こっちこっち。おお、大きくなったな。何言ってんの、一週間ぶりでしょ。どうだ、宮崎はあったかいだろう。よし、車向こうだから行くぞ。よいしょ。こうして私たちの宮崎移住生活は始まったんだけど、宮崎県内は前線の影響でこれから夜にかけて雨でしょう。また明日明後日と激しい天気が続くでしょう。到着早々嫌な天気だな。宮崎って言ったらスカッと青空のイメージだな。そうね。ねえ、お家の方は少しは片付いた。おお、バッチリバッチリ。見て見て、ヤシの木、外国みたい。確かに、南国に来たって感じだよな。春子、宮崎か。飛行機乗ったらすぐ1時間半くらいで着いちゃうんだから。そうなの。私夏休み行っちゃおうかな。いいね、絶対行く。春子、いいよね。もちろん。やったー。ねえねえ、見て見て、ライブのチケット取れた。すごい。ちなみに、もう一枚ゲット。はい、ちょっと待って、私の方が好きじゃん、私の方が好きじゃん。のんびり田舎暮らしもありかも、なんて思ったのが甘かった。ただいま。ハル、ちょっといいかい？うん、帰り。ただいま。結構難しいことをするんだな。どうしたの？ん？ちょっと春に相談あってさ。何？うん。宮崎って知ってる？九州の？うん、そう。九州の宮崎。うん。なあ、移住しないか？みんなで。え？いや、みんなで一緒に晩ご飯を食べたり、こんなことあったよとか言って、そういう当たり前の生活がしたいなーって。唐突だったな、ごめんな。いいじゃん、宮崎あったかいんでしょ。本当か？ありがとうな。パパ頑張るな。ありがとう、ハル。もう近い近い。ありがとうな。もう、はい、分かった分かった分かった。もうほら、お風呂入ってきなよ。ねえねえ、ハルちゃん、サッカーしよう。うん？サッカーしようよ。わあ、やっぱ広いね。パパ。うん？私の部屋って奥？うん。なあ、うん？ハル、大丈夫かな？うん、あの子なりにいろんな気持ちを抱えてるんだろうけど、まずは私たちがしっかりしないとね。そうだね、うん、よし、片付けますか？うん、あー、捕まえた。じゃあハル、ほら、学ぶもんじゃん、二人とも手伝って。ハル、サラダ取って。はい、サンキュー。学ぶ、キュウリ好きだったな、学ぶな。はい、どう、学ぶ、おいしい？うん、うん、おいしい。おいね。ママ、張り切ったね。そうなんだよね。これも、お隣さんから引っ越し祝いっていただいたのよ。はい、パパ。おい、おいしき、ナンバー。はーい。お隣さんね、農業されてるみたいで、ほら見て、土付きでお野菜いただいちゃった。これぞ宮崎生活の醍醐味だな。ん？しかもこの魚は昨日パパが釣り上げた大物です。はい、片付けしないで遊んでたのがバレました。いやーいやーでもね、これからはこうやって家族みんなで一緒に食べられるといいね。うん、ね、ね。よし、
じゃあいただきます。はい、いただきます。毎晩仕事で遅かった父が宮崎への移住を決めた理由は、家族との時間を大切にしたいから。もちろん家族でいっぱい話し合ったし、下見を兼ねて夏と冬宮崎を旅行したりもした。都内の移住相談センターなんて何度行ったことか。まあそうなんですよ、やっぱり宮崎で生活するには車が必須です。ママは免許持ってたっけ？持ってはいるけど、持ってるだけ。大丈夫と言いますのも、宮崎はこっちと違って、広い駐車場や道路が多いんで、すぐに慣れますよ。すいません、遅くなりました。どうも。黒木さん、はい、この前初めて冷や汁食べましたよ。本当ですか？どうでした？この陽気なおじさんに乗せられたってわけじゃないんだけど。美味しいんですよ。春子、学校どう？普通。家、田んぼ、牛小屋、田んぼ、学校。何それ、ウケる。テレビのチャンネル超少ないし。マジ？いつものやつ見てないの？やってない。おかえり。実際こうやって来てみるとなんだかな。こんにちは。これ母ちゃんが持って行けって。ありがとう。部活決めたと？うん、まだ。俺吹奏楽部やっちゃけど、今度練習見に来んかって先生が。うん、じゃあ明日見に行こっかな。マジで先生に言っちゃくわ。じゃあ。うん、じゃあ。楽器とかあると？やってみたやつ、何でもいいじ？イージーそうなのは…あ、違う違う、イージーってこっちではいいよって意味やったよ。そうそうそうじゃあ、サックスやってみたい。いいね。じゃあ、俺が教えちゃるわ。は？りょうたもこの間やりだしたばっかりやわ。だっていいよね。絶対俺の方がうまい。じゃありょうたくん教えてくれる？うん、うん、こんにちは。お、おかえり。この足の名前なんて言うんですか？お、春子よ、春子。なあ、春子。私の名前も春子って言うんです。お、そうじゃっちゃ。わしは春子ちゃんよ。みんな春だ。今日は家族で宮崎ドライブ。学ぶの保育園って楽しそう。へえ、ここでパパ仕事してんだ。ちょっとかっこいいじゃん。空港から町まで15分って近すぎ。超便利。海もすぐ行けるんだね。ママ、パパ食べちゃうと。野菜なんでこんな安いの？しかも美味しそう。
近くにあると安心だね。うわー、スポーツしてる人たくさんいる。そういえば宮崎ってスポーツキャンプがたくさん来るんだよね。有名な選手を近くで見れたりしちゃうかも。林業ってこんなこともするんだ。やっぱ宮崎は南国だね。ねえパパ。うん。パパが最初宮崎行くって言った時、私何にも考えてなかった。え？でもね、来てみて分かったの。パパがここに住みたいって思った理由。だってこっちの人ってシャイで可愛いんだもん。なんだそれ。でも宮崎っていいだろう。うん。お待たせ。おいしそう。まだ顔顔顔なんかいっぱいついてる。うわー、ママママママ、あんたじゃあんたじゃ。